おはようございます。貢献代表二宮です。今日はまあクロスカブをまあちょっと紹介していこうかなと思います。で、まあ、ハイスロキットが発売になるということで、まあさっきまで動画撮ってたんですけど、これでだいたい一旦クロスカブは終了、第一段階はね。あとはまたイベント等々で。まあ、いろいろまたねお話しさせてもらいながらどういうの開発していこうかなっていうふうにしていきたいなと思います。次は七夕の、岩手、はい、の株ミーティングに行く予定ですね。あと秋になるのかな、奈良株になるのか、まあどっかまたお誘いください。全国どこでも3台積んでいきますね。まあ、今ダックスも増えたからね、4台。でも株ミーティングにダックスっていいのかな、いいのかな、まあ、それはちょっとルールを、はい、守りながら出展していきたいなと思います。でクロスカブ、はい、まあ、ブレーキね、体型ローターキットなんですよ、なんですよ。であと ABS センサーカバー、これかっこよくない、これも発売中です。これちょっとかっこ悪いんだもん、センサーを入れちゃって、まあ、ダックスもそうなんだけど、はい、隠してほしいよね。ね、うん、回転むき出しはいただけないと。あとまあアクスルカップね、これもまあ好評ですね。はい。でディスクはまあ245π にちょっと大きくして、純正のキャリパーをそれに合わせた位置に来るようなブラケット。はい。あとだ今ねブレンボのキャリパーのも作ってるんですよ、はい、でもできてるんですよ、はい、ただ左側なんで左側のブレンボのキャリパーの入荷待ちで今、まあ、納期が未定ということで、ね、リリース案内も止めてはいるんですけど、まあ、あと残りそれ1個かなというところですね。キャリパーはね1個だけ来てるんです、1個だけ。もうブラケットもできてて完成してるんですよ、はいはい、こうなるんですよ、ブレンボかっこいいでしょ、はいはい、こうなるんですよ。でこれはまあキャリパーの入荷待ちでちょっとまだ分かんないです、はいはい、まあ、もうちょっと待っててください。あとはエンジンホールキャップですねと、まあ、ちょっと値段、まあ、この辺はまあ CT も C125 も、まあ、みんな共通なんで、はい。あとこうチェーンね、チェーン周りかっこよくしようじゃないのと、やっぱまあ上がこうなったらまあ下もね一応ネジ穴余っちゃうんで、はい、フロックガードこう削り出しの超高級ホールエンドミル加工、はい、はい、これもあります。でまあセットで行ってもらってちょっとねこういうゴールドチェーンとか今チェーンもね色付きのかっこいいのあるんで、はい、それに変えてもらいつつ、まあ、スプロケットスタンサーさんとのコラボでカラースプロケットもやってますんで、まあ、こうやっていくとリア周りがかっこよくなります。はい。あとアジャスターナット、このまあチェーン引きの、はい、このナットもまあ手で回せるようなおしゃれなやつ、はい、出してますので、まあ、2つ買ってもらうと調整とロックと、まあ、両方手でできるようになります。はい。あとはホイールカラーね、ちょっと見づらいんですけど、見づらいんですけどフロント、あ、まあ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 見えるよな、見えるよ、はい、まあ、フロントとリアアルミのホイールカラーやってますし、フォークのねこのフォークカバー、カバープロロなんだっけ、プロロプレーン、はい、フォークカバーも出てます。はい。あとはまあ今日やったハイスロね、これがいやまあはい、これはかっこよくなるっていうよりは介護パーツです。はい。もうみんなお疲れ様の方々を、はい、助けるべく介護パーツになっております。ただまあキルスイッチはねつきますので、まあ万が一の時にバッとエンジンが切れますので安全になるんじゃないかというところかな。はい。なのであとはブレンボのキャリパーの入荷待ちと、はい、いうとこかな、うん、あとまたリクエストあればコメントいただければ
エバテックっぽいなっていう商品であれば、はい、ちょっとアイデアいただいて製品化していきたいなと思いますので、またよろしくお願いします。